皆さんこんにちは。自称レゴブルダーひろゆきだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴシティ世界最速スーパーカーです。はい、今回はこちらをレビューしていきます。はい、ちなみにこちらなんですけど、僕が住んでいるところの近くにデパートがあって、こちらの商品がワゴンセールで売ってあったので、こちらを買ってきました。確かこれ定価1300円でした。これが800円か700円で売ってました。はい、今回はこちらをレビューしていきます。はい、箱を詳しく見ていきましょう。おー、かっこいいですね。これパッケージ見る感じ、もうめちゃくちゃ速そうに見えますね。かっこいいです。はい、裏はこのようになってます。おーかっこいいな。これさすが世界最速スーパーカーだけあって、後ろからも炎が出てますね。しかもこの最速カーのデザインも結構かっこいいですね。いやー、今回これ作るの楽しみです。はい、それでは開けていきます。いやー、ちょっとこれ楽しみだな。おー、あ、結構入ってますね。おっとっとっと。おー、はい、中に入ってたものを全て取り出してみました。中に入ってたのは、パーツの袋が2つと、説明書が1冊と、そしてシールのシートが1枚ですね。今回結構シールあるんじゃないかなって思ってたんですけど、そうでもないですね。たったの6枚。これは作りやすそうですね。はい、ではまずは袋からパーツを取り出していきます。はい、袋からパーツを取り出していました。あ、結構入ってますね。前に紹介したレゴシティの工事現場のシャベルカーより結構パーツないのかなって思ってたんですけど、結構入ってますね。これはちょっと作るの楽しみですね。では、作っていきます。はい、まずはミニフィグが完成しました。まあ一応このミニフィグはこの世界最速スーパーカーのパイロットですね。F1 レーサーでこういうロゴが入っている服いいですよね。なんか会社のロゴが入っている服。あれ結構好きなんですよね。そしてヘルメットはこのようにバイザーになっているので、このように開くことができます。はい、完成いたしました。うわー、かっこいい。オレンジと黒色って結構渋くてかっこいいですよね。ちなみに僕友達にレゴスピードチャンピオンのマクラーレンのセナだったかな。それをあげたんですけど、あれも確か黒とオレンジだったので、いやー、なんかあれを思い出してかっこいいな。はい、全体を見回すと、こんな感じです。かっこよすぎる、これは。はい、じゃあ近くで見ていきましょう。まずはここがコックピット部分ですね。コックピット部分は、いつものレゴシティの車とほぼ一緒ですね。そして、これですよ、これ。エンジンから出るこのクリアパーツの炎。めちゃめちゃかっこいい。うわー、これは綺麗ですね。もうとても迫力があります。基本的な色分けはパーツ別なんですが、一部シールがあります。これシール結構合いますね。いや、かっこいい。おーなんかかっこいいな、ほんと。ちょっと横にしてるんですけど、上から見るとこんな感じです。あー、すごい。そして背面にはタイヤが3つついてますので、はい、このように転がし走行して遊ぶことができます。そしてこのコックピット部分はこのように、はい、簡単に取り外せれるので、先ほどのドライバーを乗せましょう。まあ、乗せるというか、まあ、寝かせる感じですね。はい、乗せてみました。おー、なんかかっこいい。なんか合体ロボでこういうコックピットいいですよね。あ、もうまた合体ロボの話しちゃった。で、これハンドルを持たせてないですね。ハンドル持ってないですね。持たせようと思っちゃうとちょっとこれがはまりません。なので、基本的に、まあ、寝かせる感じですね。このように。まあちょっと無理があるんですけど、ちょっと乗せてみると。あ、でもこれをオープンカーっぽくすれば、まあ大体のミニフィグは乗れますね。ただこのミニフィグはちょっと帽子があるので、まあ乗れませんね。まあこのクリアパーツがはまらないので、まあ僕はこれを、まあこんな感じでオープンカーっぽくすれば、どんなミニフィグも乗れますね。なんかこういう感じでミニフィグが乗れるのいいですよね。で、この状態でも無理なく転がし走行して遊ぶことができます。はい、レゴシティの世界最速スーパーカーはこんな感じです。はい、というわけで、レゴシティ世界最速スーパーカーを組み立ててみました。レゴシティの働く車っていいですよね。今まで工事現場のショベルカーも作ってみたんですけど、この世界最速スーパーカーめちゃくちゃかっこいいですね。あ、ちなみにこちら、もうオープンカーにしてるんですけど、まあ、オープンカー状態にすれば、ハンドルも持たせれるように見えるのと、まあ、こんな感じで、まあ、どんなミニフィグでも乗れることができるので、こういうちょっと一工夫が、まあ、こんな感じで結構幅が広がるといいですよね。いやー、今回も素晴らしかったです。はい、今回の動画、よろしければ、高評価をお願いします。そして、僕のチャンネル登録や、コメントやリクエストや質問など、お待ちしております。以上、ひろげんでした。ありがとうございました。はい、動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと、最新動画がいち早く見れます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。そして、コメントや高評価やリクエストや質問など、お待ちしております。それでは、次の動画でお会いしましょう。ほななー。